お前が一番わかってるもんな。帰ってきたぞよ。小太郎は一人暮らし。今すぐ出て行くがよい。小田ってば一体何者なんだよ。偶然ってわけじゃないよね。もしかして母親の不倫相手。愛っすよ。覚悟を持ってここに来たんです。言ってんのか。腹もしかして小太郎ちゃん小学校で何かあったのかな。初めて見たな。わらを弱き者扱いするでない。俺に抱っこされてるお前受けんな。サンキューサンキューな。4月22日土曜夜11時。